西郷義し西郷義後、よから1927年9月3日は、明治期から大正期の医師、医学博士、陸軍軍医学校長、宮内省次宮中古問官を歴任する。肖像医、訓医等校4級。品の国松本城下に、松本藩士、西郷を新領の次男として生まれ、陽名をさないと称し、後に、叔父の西郷元吉の養子となる。祖先は、 松平安長に仕えた三河西郷氏。1882年東京大学院学部を卒業し、同期には青山種道、猪子と彼女、田代正等がいる。卒業後、医学部順序教授となった後、日本陸軍軍医となり、陸軍一等軍医に任官し、軍医学校教官となった。1896年12月16日、 明治27七8年薬陸軍衛生自績、編纂委員に任命され、また、陸軍衛生会議議員に選ばれた。1903年陸軍軍医学校長となり、翌年軍医官に承認した。その間、東京英寿病院長、この医師団軍医部長を歴任。1906年軍医学校長、退任後級内政治医療にて、自意兼務となり、 陸軍給食高級内政の許可を得て、同年4月から1908年8月までドイツに私費にて留学した。帰国後千人寺となり、1910年寺医療主事、1912年寺頭に就任した。同年2月21日医学博士号を授かり、翌年寺医療御用係となった後、区内省顧問官を応接買った。その後、 1927年9月3日公居。墓所は吉祥寺。父マ良の墓も吉祥寺にあるが、場所は離れている。ありがとうございます。